According to some of the Sumerian tablets, so called the Epic of Gilgamesh, deciphered by archaeologists, Inanna Ishtar fell in love with Gilgamesh and asked him to marry, but she was refused by Gilgamesh. In response to this, Inanna Ishtar got mad and asked King Anu to send a heaven bow or a bow-shaped boat to attack Gilgamesh and his footfold in Uruk. In this story of the Epic of Gilgamesh, it's interesting to know that Inanna Ishtar asked King Anu for a bow boat to attack Uruk, and with it, Inanna Ishtar attacked Uruk. Inanna was counter-attacked by Enkidu, an intimate friend of Gilgamesh, and the boat was broken into pieces. Is this story the one which was created by ancient people as a mythology, or a real one? Or what is the bull boat here mentioned in the Epic of Gilgamesh? Here is my answer, and the bull boat in this story may be most possibly the one excavated in Indus Valley. The one excavated in Indus Valley is a bull-shaped craft in which you see many soldier-like people with Inanna Ishtar at the back end of the boat. Yes, it is Inanna Ishtar without doubt, and I show it with proof and evidence. ギルガメッシュ叙事詩によれば、あのイナンナはギルガメッシュに恋をしたという。で、イナンナは結婚を申し込んだが、ギルガメッシュはそれを拒んだ。それに腹を立てたイナンナは、アヌ王に頼んで、天の牛と呼ばれる牛の形をした船を送ってくれるように頼んだ。その船で、ギルガメッシュの居城であるウルクを攻撃するためにであるが、その天の牛はギルガメッシュの友人であるエンキドーによって反撃され破壊される。いいですか皆さん、イナンナがギルガメッシュに恋をした、結婚を申し込んだが断られた。その腹いせにイナンナはアヌ王に頼んで天の牛と呼ばれる船を送ってもらう。その天の牛を使ってウルクを攻撃したが、その攻撃はギルガメッシュの友人のエンキドーの反撃によって破壊された。と、大変興味深い話であるが、この話はただ単なる神話、つまり作り話なのか、それとも実話なのか。実はこの話を裏付ける物的な証拠が遠く離れたインダスバリーで最近見つかっている。天の牛、つまりは牛型 UFO をそのまま思い起こさせる乗り物である。そしてその乗り物に乗っていたのは紛れもなくイナンナ・イシュタールである。その証拠と証明。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではギルガメッシュ叙事詩のその部分を紹介します。東京在住の TM さんから送り届けていただきましたギルガメッシュ叙事詩イシュタールの冥界下り、矢島文雄著によればイシュタールの恋物語について次のようにあります。それをそのままここに朗読させていただきます。天の牛神話の起源。女神
イシュタールは杉の森への遠征から戻ってきた英雄ギルガメシュを見て恋慕し、恋慕し、彼に結婚してくれるよう、結婚してくれるよう誘いの言葉をかける。しかし女神はギルガメシュに霊笑されて、霊笑されて激怒し、激怒し、父なる天神アヌに向かって天の牛を送ってくれるように頼む。これをギルガメシュの住むウルクに向けて送り込み、攻撃させるためである。女神イシュタールは父神に向かって、もしこの頼みを聞いてくれなかったならば冥界の扉を打ち破り死者たちをよみがえらすと脅迫している。炎鬼道は飛び上がり天の牛の角を捕まえた。首と角の間に彼は剣を突き刺した。牛を殺してから彼らはその心臓を引き裂き、シャマーシュの前にそれを置いた。ところが天界の掟によれば、天の牛を殺した者は死なねばならない。こうして神々の決定により炎鬼道が死ぬことが決められ、彼は十数日にわたって熱病に苦しんだ末に死ぬ。ギルガメッシュは親友の死を悲しみ、この後永遠の生命を求めてさまようことになるが、これがアッカド語、アッシリア、バビロニア語版のギルガメッシュ叙事詩の全体を貫く主題となっている。もう一度最初から簡単に説明します。左が炎鬼道です。その右、ライオンを抱えているのがギルガメッシュです。そのギルガメッシュにイナンナ・イシュタールが恋をします。がギルガメッシュはそれを断ります。それに腹を立てたイナンナ・イシュタールはアヌ王に頼んでヘブン・ボール、天の牛を求めます。その天の牛がインダス・バリーで見つかりました。その動画をここにつなげておきます。どうかご覧になってください。Conehead Aliens in Indus Valley。 皆さんこんにちは。インダス川の流域のですね、まあインダスバリー、谷ですね、のエイリアンがほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけども、それが分かりました。マコテさんがですね、 Ancient Origins という、まあ信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。これがその記事なんですけども、その中にですね、まあ、まあこの中でですね、実に奇妙な、まあ、乗り物についての紹介がありました。まあそれを今日翻訳して皆さんにお届けしますけども、なぜこれが重要な意味を持つかというとですね、今までそのインダス、まあ、文明を築いたね、エイリアンが誰であるかよく分からなかったんですね。しかし、これで、まあ、ほぼと言いますか、分かったということですね。まあ、それを翻訳してみましたので、お読みください。まあ、並行して話させていただきますとですね、まあ、要するに、シュメール人、まあ、いわゆるその、
いろんな説がありますが、大きく分けて、私が今のところ把握しているのは、三人のエイリアンですね。一人は、レプタリアン。もう一人は、コーンヘッド。で、もう一人は、トールワイトですね。まあ、その他にいろいろな混合種といいますか、ヒューマノイド、ハイブリッド人間がいるわけですから、まあ、それは私はまだ把握してませんけども、太古の昔、地球にいたのは、この三人の、いわゆるまあ三種類と言ったらいいのでしょうか、エイリアンということは分かってきました。で、その中でもですね、特にインダス川流域のエイリアンは分からなかったんですね。で、インダス、文明の、まあそこで発見されている文字とですね、いわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですね、まあ文字がですね、一致しているということは、まあこれは考古学上証明されているわけです。まあ私がずっと調べてきたところ、インダス川のエイリアンたち、まあエイリアンというかですね、人間、エイリアンに指導された人間はですね、あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていっているということまでも、まで私は証明いたしました。で、しかし、インダス川のですね、エイリアンが誰であるかということについては、謎のままだったんですね。しかし、コンヘッドということになりますと、イースター島へその文字を伝えたのも、あれは逆かもしれませんけども、コンヘッドということになるわけです。もちろんコンヘッドも、は日本へも来ていました。埴輪の中には、コンヘッドを思わせる埴輪が、見つかっています。まあ、こうして古代の地球はですね、まさにエイリアンたちのうごめくと言いますか、活動する地球であったわけです。まあ、最も地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それはもう間違いありません。エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘッド、あるいは、トールワイトがどういう位置づけになるかは、まだ、謎のままですけども、ともかくも、インダス・バリーにですね、コンヘッドが関与していた、ということが、今回、わかりました。まあ、皆さんが今見ていただいている写真はですね、これはインダス川で発見された、まあ、実に不可解な、まあ、土器ということになりますね。テラコッタです。まあ、そして、エイリアンの世界では、男と女で、だったら、女性の方が地位が高かったみたいですね。私たちが持っている、現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。
まあ、どういうことですけども、では、その乗り物とは何かですよね。まあ、その前にこの乗り物に乗っているメディアがですね、誰かということを照合してみました。左がインダス・バリー、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。頭が長いところ、それから鼻がくちばしのようになっているところ、目がね、細くて長いこと。で、体つきも非常によく似てますね。それからボタンのような目の、を丸いものをつけています。そういったところが大変よく似てるということですね。まあ、これほぼ同じ、エイリアンと見ていいわけです。もちろん人間じゃありませんね。まさにシュメール人です。そして、このシュメール人が、実はインダスバリーへも来ていたということになります。インダスバリー、まあ、たまに来たというよりもですね、この種の顔が、顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、チャクルギアがついてますね。そしてその中には整然と乗組員が並んで座っています。まあ、これをその船であるとか、というのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけてみましたけども、バビロニア、もう少し南の方を占めるって言うんですけども、バビロニアとインダスバリー、距離は 2350km です。まあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダスバリーのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。では、結論ということになります。ギルガメッシュ叙事詩です。ギルガメッシュは実在した王であると言われています。数々のそれを裏付ける証拠が出てきているからです。で、左がエンキュドゥ、その右がギルガメッシュ。ライオンを抱いています。そのギルガメッシュにイナンナ・イシュタールが恋をします。結婚を申し込みますが、ギルガメッシュはそれを冷たくあしらいます。それに腹を立てたイナンナ・イシュタールはアヌ王からヘブン・ボー、天の牛を手に入れて、そしてギルガメッシュの本拠地のウルクを叩きます。その天の牛の模型と言ってよい土偶がインダス・バリーで見つかります。こうして神話が物的証拠とともにつながりました。つまり、ギルガメッシュが実在したというのなら、イナンナ・イシュタールも実在したということになります。もう一度、ギルガメッシュ叙事詩をお読み、皆さん自身でご確認ください。東京在住の TM さんから送り届けていただきました。ギルガメッシュ叙事詩、イシュタールの冥界下り、矢島文雄著によれば、イシュタールの恋物語について次のようにあります。それをそのままここに朗読させていただきます。天の牛神話の起源。女神イシュタールは杉の森への遠征から戻ってきた英雄ギルガメッシュを見て恋慕し、
連呼し、彼に結婚してくれるよう、結婚してくれるよう誘いの言葉をかける。しかし女神はギルガメッシュに霊障されて激怒し、父なる天神アヌに向かって天の牛を送ってくれるように頼む。これをギルガメッシュの住むウルクに向けて送り込み、攻撃させるためである。女神イシュタールは父神に向かって、もしこの頼みを聞いてくれなかったならば、冥界の扉を打ち破り、死者たちをよみがえらすと脅迫している。炎鬼道は飛び上がり、天の牛の角を捕まえた。首と角の間に彼は剣を突き刺した。牛を殺してから彼らはその心臓を引き裂き、シャマー氏の前にそれを置いた。ところが天界の掟によれば、天の牛を殺した者は死なねばならない。こうして神々の決定により炎鬼道が死ぬことが決められ、彼は十数日にわたって熱病に苦しんだ末に死ぬ。ギルガメッシュは親友の死を悲しみ、この後永遠の生命を求めてさまようことになるが、これがアッカド語、アッシリア、バビロニア語版のギルガメッシュ叙事詩の全体を貫く主題となっている。Over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away at break of day to find our long forgotten gold. The pines are roaring on the height, the winds are mourning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torchesBlazed with light. The wind was on the withered heath, but in the forest stirred no leaf. Their shadows lay be, night or day, and dark things silent crept beneath. The wind went on from west to east. All movement in the forestceased, but shrill and harsh across the marsh, its whistling voices were released. Farewell, we call to hearth and hall. Though wind may blow and rain may fall, we must away ere break of day. Far over the wood and mountain tall.
over 3450 BCE, Primus in Sumer transferred to Nannar-Sin. Marduk proclaims Babylon, gateway of the gods. The Tower of Babel incident. The Anunnaki confuse mankind's languages. His coup frustrated, Marduk Ra returns to Egypt, deposes Thoth, seizes his younger brother Dumuz, who had betrothed Inanna. Dumuz accidentally killed, Marduk imprisoned alive in the Great Pyramid. Freed through an emergency shaft, he goes into exile.紀元前3450年、シュメールにおける優位性はナンナル・シンに移譲された。マルドックはバビロンを神々の門であると宣言した。その時、バベルの塔の事件が起きた。アヌンナキは人間の言語を混乱させた。彼の軍隊はイライラした。マルドック、つまりラーはエジプトに戻った。トスを解任し、イナンナと婚約していた弟のドゥムジを捕らえた。ドゥムジは殺された。マルドゥクは生きたままピラミッドに投獄された。緊急の出来事があり、マルドゥクは自由になり亡命した。3100 BCE, 350 years of chaos end with installation of the first Egyptian pharaoh in Memphis. Civilization comes to the second region. 紀元前3100年、メンフィスでの最初のエジプトのパラオの設立とともに、350年続いた混乱は終止符を打った。文明が第二時代に入った。2900 BCE, kingship in Sumer transferred to Erech. Inanna given dominion over the third region, the Indus Valley Civilization begins. I repeat it again here that 2900 BCE, kingship in Sumer transferred to Erech. Inanna given dominion over the third region. The Indus Valley Civilization begins. 紀元前2900年、シュメールの王権はエレクに渡された。イナンナは第三文明、つまり第三地域の支配権を与えられ、インダス文明が始まった。繰り返します。紀元前2900年、シュメールの王権はエレクに渡された。イナンナは第三文明、つまり第三地域の支配権を与えられ、インダス文明が始まった。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から画面を見ていただきます。皆さんをインダス文明の本拠地モヘンジョダロへ案内します。ただインダスバリーという場合にはですね、このモヘンジョダロから北方ハラッパまで含む大変広大な地域であるという点です。まあ、ともかくもそのモヘンジョダロの中心点にあります塔の中心からバチカンシティのサンペトロ広場にラインを引いてみます。ここがモヘンジョダロです。その塔の中心からバチカンシティのサンピエトロ広場に
ラインを引いてみます。向かって右がモヘンジョダロです。左がサンペトロ広場ということになります。右から引いてきたラインがモヘンジョダロから引いてきたラインです。正確に重なるわけではありませんが、バチカンシティのこのサンペトロ広場およびその参道はほぼ伸直線にモヘンジョダロの方向を示しているということになります。なぜか言うまでもなく、バチカンシティは異難なマリアの本拠地でした。そしてその異難なは第二地帯、第二文明、つまりモヘンジョダロの支配者としてインダスバリーに赴任しました。今日の重要な部分ですから、もう一度ゼカリア書信書の地球年代記の一節を確認してください。そこにはこうあります。シュメールの王権はエリクに渡された。イナンナは第三文明、つまり第三地帯の支配権を与えられ、インダス文明が始まった。繰り返します。シュメールの王権はエレクに渡された。イナンナは第三文明、つまり第三地帯の支配権を与えられ、インダス文明が始まった。つまりイナンナがインダスバリーの支配者として赴任した頃にはですね、この世界というのは3つのリージョン、つまり文明地帯に分かれていたということになります。第一リージョンですね、第二リージョンです、そしてインダスバリー周辺を第三リージョンと分けられていました。その第三リージョンにイナンナが支配者として、君臨したといった方が正しいのかもしれませんけれども、君臨したということになります。第一リージョンの支配者は当時はエレック、そして第二リージョンの支配者はマルドックということになります。こうしてインダス文明の物語が始まります。ですからイランネシタルの本拠地であるバチカンシティのサンピエトロ広場がですね、ほぼ正確にインダスバリーの方向を示していると考えても何らおかしくないということになるのではないでしょうか。続いてインダスバリーについての動画を続けます。図らずもこの動画がゼカリア書信の地球年代記が正しかったことを証明しました。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Aliens War. Once upon a time, there broke out a severe war, most possibly a nuclear war, over Indus Valley. Indus Valley です。上がハラッパ、下がモヘンジョダロです。この辺り全体を総称してインダスバリーと言います。そしてこれはモヘンジョダロの創造復元図です。かつてはですね、モヘンジョダロはですね、世界最古の都市として栄えていました。最近の、調査によりますとですね、モヘンジョダロはですね、古代の都市の上にさらにその上に積み重なれて、作られているそうです。それがなんと7層にもなっているそうですね。そして戦争が起きました。
核戦争だったと言われています。現在でも残留放射性物質が観測されているそうです。で、それについてですね、ウィキペディアは、まあ、紀元前、まあ、2000年頃、今から4000年ぐらい前にですね、大洪水でモヘンジョダロは滅びたと説明しています。これが、戦争の前のモヘンジョダロです。そして、これが現在のモヘンジョダロです。で、現在はこうした廃墟になっているわけですね。で、この戦争は誰が誰としたかという問題なんですね。それを今日は、まあ、その、と言いますか、謎解きに挑戦してみたいと思います。で、まず最初に、インダスのイシュタールです。で、これはイシュタールと私は判断していますけども、まあ、こうしたテラコッタがですね、インダスバリーでたくさん見つかっています。独特の、まあ、なんて言いますか、形と風貌ですね。ご覧ください。で、これは誰かですけども、以前、検証しましたけども、イシュタールですね。豊穣の神、イシュタールです。まあ、シュメールの、まあ、女神ということになるわけですね。で、今日はですね、これらが、まあ、今はっきり分かっている、年代、ある、なんて言いますかね、作られた年代がはっきり分かっているものだけを選んでみました。ランダムに選んでみました。で、そしてなんて言いますか、この年号をですね、拾い出してみました。独特の顔ですね。頭が長くて、そして目が、まあ、ゴーグルをかけたような目になっています。まあ、女神だってことは皆さんも見てお分かりになると思います。で、これらがですね、紀元前2500年から2000年頃に作られていると。そこで、これらの、まあ、歴史をですね、調べてみたいと思います。で、モヘンジョダロがですね、栄えたのは紀元前2500年から1800年頃ですから、この黄色い部分がモヘンジョダロの、まあ、最も栄えた、まあ、時期ということになりますね。そして、今皆さんがご覧にいただいたそのテラコッタをですね、こうして年代順に並べてみます。するとですね、大変興味深いことに、モヘンジョダロが、まあ、なんて言いますか、栄える前の、にこうした像が作られたということですね。そして、この辺りで戦争が起きて、モヘンジョダロは廃墟となるわけです。そして現在のモヘンジョダロが右上のということになるわけですね。そしてマコテさんがこんな楽しい、土偶を見つけてくださいました。そのビデオはこのすぐ後に続けておきますからご覧ください。称してインダスバリーの女神です。Hello, this is Makote and Hiroshi Hayashi, Japan.Conehead Aliens in Indus Valley. 皆さん、こんにちは。インダス川の流域のですね、まあ、インダスバリー、谷ですね、のエイリアンが、ほぼ誰であるか、また確定的ではありませんけれども、それが分かりました。マコテさんがですね、Ancient Origins という、まあ、信頼の受けるサイトの記事を送ってくださいました。これがその記事なんですけども、その中にですね、まあこの中でですね、実に奇妙な、まあ、乗り物についての紹介がありました。まあそれを今日翻訳して皆さんにお届けしますけども、なぜこれが重要な意味を持つかというとですね、今までそのインダス、まあ、文明を築いたね、エイリアンが誰であるかよく分からなかったんですね。しかし、これで、まあ、ほぼと言いますか、分かったということですね。まあ、それを翻訳してみましたので、お読みください。まあ、並行して話させていただきますとですね、まあ、要するに、シュメール人、まあ、いわゆるその、
いろんな説がありますが、大きく分けて、私が今のところ把握しているのは、三人のエイリアンですね。一人は、レプタリアン。もう一人は、コーンヘッド。で、もう一人は、トールワイトですね。まあ、その他にいろいろな混合種といいますか、ヒューマノイド、ハイブリッド人間がいるわけですから、まあ、それは私はまだ把握してませんけども、太古の昔、地球にいたのは、この三人の、いわゆる、まあ三種類と言ったらいいのでしょうか。エイリアンということは分かってきました。で、その中でもですね、特にインダス川流域のエイリアンは分からなかったんですね。で、インダス、文明の、まあそこで発見されている文字とですね、いわゆるイースター島で発見されているロンゴロンゴですね、まあ文字がですね、一致しているということは、まあこれは考古学上証明されているわけです。まあ私がずっと調べてきたところ、インダス川のエイリアンたち、まあエイリアンというかですね、人間、エイリアンに指導された人間はですね、あのカッパドキアへ、太古のあの戦争の時に、まあ核戦争があったわけですけども、その時にカッパドキアへ逃げていってるってことまでも、まで私は証明いたしました。で、しかし、インダス川のですね、エイリアンが誰であるかということについては、謎のままだったんですね。しかし、コーンヘッドということになりますと、イースター島へその文字を伝えたのも、あれは逆かもしれませんけども、コーンヘッドということになるわけです。もちろんコーンヘッドも、は日本へも来ていました。ハニワの中には、コーンヘッドを思わせるハニワが、見つかっています。まあ、こうして古代の地球はですね、まさにエイリアンたちのうごめくといいますか、活動する地球であったわけです。まあ、最も地球の支配者はエンリルですよね。まあ、それはもう間違いありません。エンリルが支配者で、まあ、支配権を持っていたわけです。まあ、コンヘイト、あるいは トールワイトがどういう位置づけにあるかは、まだ謎のままですけども、ともかくもインダス・バリーにですね、コンヘイトが関与していたということが、今回わかりました。まあ、皆さんが今見ていただいている写真はですね、これはインダス川で発見された、まあ、実に不可解な、まあ、土器ということになりますね。テラコッタです。まあ、そして、エイリアンの世界では、男と女で、だったら、女性の方が地位が高かったみたいですね。私たちが持ってる現在の常識とは違うということです。まあ、翻訳文をお読みください。
まあ、どういうことですけども、では、その乗り物とは何かですよね。まあ、その前にこの乗り物に乗っているエイリアンがですね、誰かということを照合してみました。左がインダス・バリ、右がシュメールです。この顔が非常によく似てますね。頭が長いところ、それから鼻がくちばしのようになっているところ、目がね、細くて長いこと。で、体つきも非常によく似てますね。それからボタンのような目の、丸いものをつけています。そういったところが大変よく似てるということですね。まあこれほぼ同じ、エイリアンと見ていいわけです。もちろん人間じゃありませんね。まさにシュメール人です。そして、このシュメール人が、実はインダスバリーへも来ていたということになります。インダスバリー、まあ、たまに来たというよりもですね、この種の顔の像がですね、テラコッタがたくさん見つかっていると、先ほどの論文にはありましたね。で、この乗り物は何かですけども、シャクルギアがついてますね。そしてその中には整然と乗組員が並んで座っています。まあこれをその船であるとか、というのはちょっと無理がありますね。音は勝手につけてみましたけども、バビロニア、もう少し南の方をシュメールって言うんですけども、バビロニアとインダスバリー、距離は 2350km です。まあ、飛行機で行けば何でもない距離ですよね。ということで、まあ、インダスバリーのエリアの、まあ、手がかりを得ることができました。マコテさん、いつも本当に貴重な情報ありがとうございます。Thank you very much, マコテさん and see you again next time. Bye. で、カッパドキアについて考えてみます。なぜカッパドキアかと言いますとですね、モヘンジョダロからカッパドキアへの角度がですね、正確に 120.00 なんですね。で、今日の黄色い線を引いてみます。で、この線が、まあ、カッパドキア、Google で引くカッパドキアとはややエラーがありますけども、ここへやってきます。まあ、カッパドキアというのはですね、まあ、このあたり広い地域を言うものですから、点を取るのが難しいですね。まあ、ともかくもこれが 120.00 でやってきた、線です。で、ここにですね、大変奇妙な山といいますか、丘があります。で、この丘がですね、まあ、当初大変気になりました。今も気になっています。で、これをですね、まあ、見方によってですね、このように見えるわけですね。で、これが、この、まあ、丘といいますか、形がですね、モヘンジョダロの廃墟の塔と、まあ、大変よく似てるわけですね。で、私はモヘンジョダロの塔はですね、上のカッパドキアのこの、まあ、丘にヒントを得たのではないかと考えています。という関連性もあるわけですね。で、カッパドキアはですね、まあ、6世紀後半に、まあ、作られたと。まあ、入居が始まったということでしょうかよくわかりませんけども、とにかくカッパドキアの歴史は、紀元前6世紀頃から始まるということなんですね。で、そうしますと、モヘンジョダロとの間に、まあ、千年近い、間がありますからね、モヘンジョダロとカッパドキアを直接結びつけることはできませんが、ただ言えることはですね、カッパドキアが、まあ、迫害されたキリスト教徒たちがやってきたっていう話は嘘ですね。なぜならば、このトルコ全体はですね、ミトラ教の本拠地なんですね。で、結論から申し上げますと、というか結論になるわけですけどもね。まあ、こうして戦争が起きたわけですね。で、まあ、ここで先ほどコーンヘッドと言いましたけども、レプタリアンの方が正しいと思います。
で、レプタリアンと、では戦った相手は誰かというと、当然、トールワイトということになりますね。そして、まあ、トールワイトが、このあたりから、地球に、まあ、現れたということに、というふうに考えていいのではないでしょうか。まあ、続くビデオの中でも、コーンヘッドと言いますけども、レプタリアンの、まあ、間違いということになります。そういうことを理解の上、どうかご覧ください。Thank you very much and see you again next time. Bye. Hello. Who is this goddess in Indus Valley? Makote, Tube Store, Taka in Tokyo and Hiroshihayashi, Japan. このインダス文明の女性、女神は誰なのか?というテーマで、結論を出しておきたいと思います。これが1114号で紹介しましたインダスバリーでですね、最近発掘されました実に奇妙な、なんて言いますか、テラコッタなんですね。で、それについて、Ancient Origins というね、ホームページがありますけども、まあ、大変信頼のおけるホームページ、専門的なホームページですけども、紹介されています。で、ここにはですね、一列ごとに男、女、女、1% が女ですね、女、男、女、男って並んでるわけです。という解釈ですけども、ひょっとしたらこれ、二列目はだ、人間ではないかと思うんですね。で、男、いわゆる男、女という区分けしてますけども、男と女でこんなに顔、頭の形が違うはずがありませんのでね。まあ、これは私の解釈です。で、ここにいるのは間違いなく、超等人間です。そして先頭がですね、牛の形をしてるんですね。そして一番後部座席に、いわゆる女神らしき、まあ、女王が座ってるわけですね。4人の、まあ、アテンダントに囲まれています。で、これは誰かということですけども、実は分かりきたことなんですけどもね。一応、説明しておくことにいたします。頭の長い女性がいますね。で、まず、検証、一応していますけども、これが今、お見せしました、超等人間で、くちばしのような花というふうに、説明にはしてあります。で、これは、右の方はシメールの女神ですね。日本にも、このタイプの女神が、てか、人が来ています。で、右の方がシメールですけども、一致しましたね、顔がね。で、ここで注意したいのはですね、この乗ってる人と、まあ、シメールの神と一致したんですけども、もう少し詳しく見ますと、ここに丸いボツボツがついてますね。ボタンのような大きなバッジのようなものがね。で、これを調べてみますと、シュメールの神にもそれが、ってかついてるんですね。まあ、ちょっとわかりやすいので選んでみますと、この神のすぐ前に座ってるこの男性と言われてる像なんですけども、やっぱりこう、ボツボツって言いますかね、ボタンのようなものがついてると。で、右の方がメソポタミアで、これがね、チューブスターさんが発見してか、送ってくださった写真ですけども、やっぱりこの丸いものがついてるんですね。しかも4つついてるっていうのも気になるんですけど、まあ、3つか4つついてるわけですね。で、鼻が、鳥のくちばしのようになってて、頭に大きな帽子をかぶってると。まあ、ヘルメットっていうふうに考えた方がいいわけですよね。で、まあ、そして並べてみますと、これにいたのが、まあ、レバノンでも見つかっているわけです。で、このレバノン、これは前にも精査しました。そのビデオは後につなげておきますけども、まあ、三角のハイレグパンティを履いていると。まあ、そういうことなんですね。で、このハイレグパンティっていうのが一つの決め手になるわけです。いわゆるイシュタール・イナンダはハイレグパンティを履いていました。ニコシアで発見された像も、セガレバノンで発見された像も、ハイレグ三角パンティを履いています。そして、この、比べてみますと、頭もよく似てる、鼻もよく似てるということで、まあ、この二人はですね、一致するわけですね。そうすると、ただ注意したいのはですね、人間の顔をしてるから人間ということじゃないですよ。仮面、お面を被ってますから。エジプトの王たちもみんなお面を、人と会う時にはお面を被ってましたからね。で、これが、インドグリークミノニアンで発見されたものだということになっています。まあ、ともかくも、こうして並べてみますと、これ一番この像は、この人のものはですね、インダスバリーで見つかっています。テラコッタです。いわゆる塑像ですね。で、こう並べてみますと、ぐるっと並べてみますと、それぞれが一連性があるということをお分かりになると思います。まあ、言うまでもなく、この一番左の船に乗って船というか、宇宙船に乗ってるのは、インダー、イナンナ、イシュタールということになります。そ
それでもう一回イシュタール・イナンナについて、いわゆる、豊穣の神と言われてますね。これは間違いなくイナンナの像です。ごく最近発見されたんですよ、これね。そして、これが、まあ昔からというか、ペルシャ一帯広まっているイナンナ像です。そしてこれが、縄文ヴィーナスと言われている日本の茅野市で発見された像です。これらみんな同じもんだ。同じものですね。今紹介します。それで奇妙なことにですね、おへそにみんな、こう、なんかこだわってるというか、大きなおへそをしてるんですね。おへそを強調してるわけです。日本の縄文ヴィーナスもおへそをですね、他の部分は、非常に荒く作ってあるんですけどね。おへそにこだわりが思っているということで、頭を見てください。同じでしょ？で、縄文ヴィーナスと、手から一番右のイシュタールも同じですね。頭がヘルメット被っています。それから三角パンティをみんな履いております。で、まあ、こういうふうにこう並べてみますと、まあ、なんて言いますか、イシュタール、イナンナがどんな、格好をしてたかっていうか、姿であったかってことはわからないです。これは仮面の女王って、まあ、同じく血の死で見つかったものですけども、これも、イシュタール、イナンナですね。これも順番に説明していきますと、みんなバビロニアで見つかった像ですけども、コンセプトは同じですね。そしてこの肩を見てください。仮面をかぶった女王も肩は広くてちょんちょんと折れ曲がってますね。これが特徴なんですね。そして同じようにこうバビロニアで見つかった像を並べてみますと、今度はカクンカクンとした肩、関節は一つ多いんじゃないかと思いますね。そして鳥のくちばしのような鼻、そして顔、それから髪の毛の作り方、それからここでね、赤ちゃんを抱いてるんですね。鳥の赤ちゃんです。そして、シュメールの神も人間ではない子供を抱いています。こういうふうにこう繋げていきますと、順番繋がっていくんですね。そして、シュメールの神、一番左がシュメールの神ですけども、顔が一致するわけです。で、さらにですね、これがイシュタール、イナンナですね。これはイナンナ像、あれはイシュタールね。国、地域によってね、名前の呼び方は違いますが、イナンナというのは、まあ、この人はですね、エンリル・エンキおじいちゃんに持つ孫娘なんですね。で、頭を見ていただくとわかりますように、やっぱりここでも一致するわけです。そして、ピンクで描きましたけどもね、三角パンティを履いていると。まあ、ピンクってのは私のイメージです。で、結論から言いますと、変なこと言いましたね。ごめんなさいね。これインダスバリーのテラコッタですけども、インダスバリーも比較するまでもないですね。これと先ほどの女王と一致するわけです。インダスでもこれは豊穣の女神ということになっています。と、紹介されてますね。イコール、この女性だということです。すなわち、牛の頭を持った、宇宙船に乗った、この女神、あるいは女王はですね、一番偉いと思われる女王は、イシュタール・イナンナであるということになります。すなわち、インダスバリーもイシュタール・イナンナの管轄下にあったということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. 続くビデオをどうかご覧ください。